それではメインイベント出場しました稲井亮也選手のインタビューとなります。今試合終わっての感想からお願いします。まあ悔しいですね。はい、お願いします。1ラウンド開始早々から壮絶なあの打撃戦になりましたけど、記憶の方は？あ、記憶はあります。最初にあれですね、緊張状態が局面が崩れたのが1ラウンド終了間際に稲井選手がダウンを奪われたシーンだと思いますが、あの辺はどんな風にも覚えてらっしゃいますか？そうですね、もうあれですね、カーブ消えちゃって、まあ、こっちに意識してたんで含まれた感じですね。1ラウンド終わった後のインターバルではどういう風に試合立て直そうと考えてらっしゃいましたか？まあ、最初から5ラウンド戦うつもりではいたんですけど、まあ、ちょっと1ラウンド目でちょっと攻めちゃったんで、まあ、また1から、そうですね、まあ、フルラウンド戦うつもりで切り替えようと思ったんですけど。2ラウンドどういうふうに戦おうと思いましたか？そうですね、しっかり蹴って、はい、まあ、攻撃を入れて、今もあの氷で冷やしてますけど、やっぱりそれカーフキックで1ラウンド。そうですね、カーフキック。想像していた中野選手と実際戦った中野選手とは違いました？まあ、やっぱ強かったで すね。まあ、今の自分との強さは結構ありましたね。これからどういうふうに盛り返していきたいというふうに考えますか？本当もう勢いだけで勝てるのは、まあ、ここまでってトレーナーにも言われたんで、基本を学びます。わ、はい、かりました。ありがとうございます。他はございますか？はい、では最後に応援してくれたファンの方にメッセージをお願いします。はい、まあ、勝つことを期待してくれたと思うんですけど、まあ、その期待に応えられなくて申し訳ないです。よろしいですか？はい、ありがとうございます。では以上で稲井選手のインタビュー終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。